昨夜23時36分頃に福島県沖で起きた地震によって現在津波注意報が発表されております。こちらまず地図をご覧ください。現在出ている津波注意報、宮城県と福島県になります。最大で1メートルの津波が予想されております。これまでに観測された津波の高さ、こちらです。2時25分現在ですけれども、宮城県の石巻港で 0.3 メートルとなりました。2時14分に 0.3 メートルとなっておりまして、現在も上昇中という情報、気象庁から入ってきております。その他仙台港で 0.2 メートル、また相馬は0時29分に、微弱というレベルだったんですけれども、2時19分に 0.1 メートルとなりまして、少しですけれども潮位の方がさらに上昇しております。こちらがその石巻港の潮位変化の図になります。気象庁のホームページによりますけれども、このように黒い線、通常の潮位から何回かにわたって地震の後上下を繰り返しておりまして、先ほど2時14分には 0.3 メートルぐらい通常の潮位よりも高くなっております。最初の地震発生からすでに3時間ぐらい経つんですけれども、今回はその潮位変化がかなり長引いている特徴が見られます。さらにこの後津波が続いて潮位が上がる可能性もあります。引き続き海岸付近、あるいは川の河口付近には絶対に近づかないようにしてください。最新の気象情報、津波情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。